体の奥で自分の意思とは無関係に整えられているのは次の生命のための寝床。お姫様でも娼婦でも芸人でも雷病でも関係なしに天から送られてくる寝床を体の内側から抱えて、なおかつ買い物がこう腕に持つから大きくなると走るのがたまらなくかったるくなる。作って壊してまた作られて壊されてまた作られる。そこにうずくまる資格があるのはこれから生まれる子供なんかじゃない。氷砂糖を砕いている狐たちでもない。鉄の匂いは雨によって一層激しくなる。葉っぱの先に止まっていたカタツムリがつるりと滑りぐちゃぐちゃした地面に落ちている。それを2本の指でつまんで軽くつまんで土の中に埋める。犬小屋の前は料理ともつかなくなった食物の山でうず高い。犬の嗅覚がおかしくなるくらい氷砂糖の甘みが後になるにつれて口中に広がる。さようならとも言わない私、言えない私、この小さな空間、あなたが生み、あなたが葬った。透明な犬、泣き殻でいっぱい、酸っぱい遠吠えだけが体の内側から響いてくる。闇に向かって伸びていった彼らの牙と汗と涙。毎朝蛇口をひねるとき、赤ちゃけた水と一緒に流れてくる透明な犬たち、京成電車が走り抜ける。荒川、中川、江戸川、どこを見ても必ず浮かんでいる。還暦を迎えた父、盛んに水にこだわる。実家の水は今のままでも十分飲めたのに、浄水器などつけて一層飲みやすくなった。水を配る父、一層帰りにくくなった娘。水に帰り父が幾度か見守りためらいながら産んだ透明な犬たちの中の最後の一匹、水月でした。どうもありがとうございます。お水、肉を切ってやる。お母さん、このまま帰ってこないつもりなら切り刻んでやる。小さな口、流れる水、お母さん、肉を切ってやる。女は眠れない、女は眠れない。金色の奥歯、雨なのか晴れなのか脱ぎっぱなしのこと。お母さん、暑いよ。お母さん、寒いよ。肉を切ってやる。お母さん、切り刻んでやる。女は眠らない、女は眠れない。寝巻きなのか肌着なのか、かけっぱなしの鍋。お母さん、かゆいよ。お母さん、お腹すいたよ。
肉を切ってやる。女は眠らない。女は眠れない。切り刻んでやる。はい、どうも、金田さん&友道&伊藤陽子でございました。ありがとうございました。